はい、どうも皆さんこんばんは、マー君でございます。今日がホットモットの新発売の日だと勘違いしてた。18日だって新発売、16じゃないよ。もう16だと思ってたマー君、だったらちょっと違ってってさ、まあ、急遽、お夕飯を用意する羽目となりました。今日のお夕飯、とりあえず冷凍庫にあるこのホッケ、これ定価980円だから、これがね350円だったんですよ。これ安いでしょ。だからこの激安ホッケと、明日の朝ごはんにしようと思ってたあのゴーヤチャンプルを今日のお夕飯に持っていきたいと思います。とりあえず流水で今ホッケを解凍したんで、ホッケから焼きたいと思います。うわでっかい、これで350円よ。ゴーヤチャンプルに卵を入れます。それでは味付けでございます。もちろんかき出し醤油、塩コショウはしてあるから、もうあとはもうかき出し醤油をバーッとかければもうそれで完璧。はい、はい、ゴーヤチャンプルの完成です。はい、さあお夕飯の完成でございます。ゴーヤ、ゴーヤチャンプル、そしてホッケ、これもう1000円ぐらいするのが350円だから定価で買っちゃいけませんよ。もう干物なんてそんな賞味期限で合ってないようなものだから、賞味期限ギリギリ買ったって冷凍しとけんだ。あー暑かった、もう暑かった、もうショックだと、もうホットモットの新発売今日だと思ってたら18なんだもんね。なんかもうパッパッパッパーって見て、あ、18やね、16だと思い込んじゃってた。で行ったらさ、あのなんかさおかしかったの、店の様子が。新発売あるとさ、なんか新発売みたいなさ、なんつうの、のれんみたいな、のれんつうか、なんつうの、旗っていうかさ、あれなんつうんだっけ、ああいうのあれ飾ってるじゃん、ポスターとかさ、一切ないのよ。あれおかしいなと思った。でもおかしいのは多分店じゃなくてマークの方がおかしいんだろうなと思って、ちょっとパーッと調べたら、あ、18日ねって思った。はい、では乾杯。それでまあ冷凍しといてさ、オッケーと明日の朝ごはん用のゴヤチャンプルを今夜したっていうね。このホッケもね、朝ごはんで食べようと思ってた、明日じゃないけど他の日にね。何からこれ、まあ、ゴヤチャンプル、これ我らがかき出し料理で味付けしてありますからね、塩コショウはもうお肉の方にちゃんとしといて、そこに最後にかき出し醤油です。これまずいわけはない。では、いただきます。抜群にうまい、抜群にうまい。
これは素晴らしい。炊き出し醤油も素晴らしいし、最初に塩コショウをしっかりしといたマークも素晴らしい。うまい。うん、これは美味しい。ゴーヤの苦味はいいね。うん、おいしい。そしたらホッケ、ホッケってさ、あの角上魚類でたまに生のホッケを売ってんので、あのまあ、一匹もんで売ってる時もあるし、あの開いてある時もあるんで、こういう干物用に開いてるのかなと思う。あれ生のホッケだけあの買おうと思わないんだろう。生のホッケ買って何にするの？煮付けとかすんのかな。北海道の人はもしかしたら生のホッケ買って刺身とかすんのかね。でもどうしてもさ、こんなこういう関東とか住んでるとさ、ホッケって言ったらもう干物以外でどうすりゃいいんだよみたいなね、ところがあるよね。お醤油、干物はね、普通に醤油、かき出し醤油でもうまいんだけどね。あー、おいしい。オッケーだ。オッケー、美味しいね。連休前に、連休のちょっと前くらいから、あのチャンネル登録者数はさ、表示されるようになったじゃん。あれもさ、 YouTube やってる人間に 今まではね、チャンネル登録者数を表示するも表示しないも、そのあのあなたが YouTube やってる、あなたが決めてくださいっていう権限として認められてた。だからまあ、それをマークも使ってただけなんだけど。表示されるようになったら、それを気に入らないと思う人もいるんだ、いっぱい。なんかでもさ、収益化したとかさ、嘘じゃないのかとかさ、言ってた人たちもいるんだ。日本中でこうやって YouTube やる人がね、こうやっていろんな、こういうこといろいろ苦労するんだ。嫌ならもう見なきゃいいの、ほんと嫌なら見なきゃいいんだよ、ほっときゃいいのにね。なんだろうね。だこんななんかなんかよく、でもあれなんだよ、くあのよくいるんだよ、 YouTube 評論家みたいな人。あの YouTube ってこうなんですよ、ああなんですよ、まあ、これがこうでこういう仕組みになってこうなんですよみたいな。という YouTube 評論家的な人からすると、周りに本当実際に YouTube で収益が上がってる人がいるとさ、もう目の上の単行部というかさ、もうマークの人権なんてもう車検ぐらいのもんなんだから。でも車検ぐらいあるっていうことはそこそこあるんだな。
美味しかった。ごちそうさまでした。皆さんまたお会いしましょう。さよなら。